めの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。レッスン始めるにあたって準備しとくもんは何ですかっていう質問結構いただくんですよ。で、今日はそれにお答えしたいなと思うんですけれども、準備しとくもん、ぶっちゃけ言いますと、まあ楽器はあった方がいいと思います。もちろん例外はあります。それは後でお話します。で、それ以外のものっていうのはあんまりないかなと思うんですよね。もちろんチューナー、メトロノーム、譜面台とか筆記用具とかね、そういうものはあった方がいいとは思うんですけども、レッスン始めるにあたって絶対必要かいたらそうでもないんですよね。で、楽器です。で、鍵盤楽器に関して言うとピアノ、エレクトーンですね、そういうものに関して言うと、まあ、なくてもレッスンは始めれます。だって教室に楽器ありますからね、楽器を持ってくるわけではない。で、楽器を持ってくる種類のもの、トランペットとかギターとかね、ああいうものはやっぱりご自身の楽器を持っといていただきたいんですけれども、うちもやってますけども、レンタルの楽器がある音楽教室があります。最初はそういうのを利用していただいても大丈夫かなと思います。なので究極楽器をまあ持ってなくても大丈夫なわけなんですね。ただやっぱり上達しようと思うとご自身の楽器を持っといた方が絶対いいんですよ。やっぱご家庭での練習っていうのもありますのでね、それをしないと全然上達しませんね、上達していかないのでレッスンもきっと面白くなくなると思うんですよね。だから最初まあ何もなしで始めていただくのはいいと思います。ちょっと始めてもらって、これおもろいなと思ってもらった段階で楽器を用意していただくと、きっとそっからのレッスンもっともっと面白くなると思うんですよね。だからまあとりあえず何もなくても始めれるとは言うものの、楽器は最初の方に用意していただいた方がいいかなと思います。まあそんな感じで、最初は本当に気軽に始めれますが、ゆくゆくそんな感じで用意しなきゃいけないものもありますよっていう感じでお答えするようにしています。まあご参考になさってください。はい、というわけで今日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。あと平瀬楽器の LINE アット、こちらの方の登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。